ようこそ、カトマイ国立公園ブルックスリバーへ。カトマイ国立公園は地球上最も大規模な野生生物の宝庫です。ここには過酷で壮大な自然が広がっています。この大自然を尊重することで、あなたもこの世界に溶け込むことができるでしょう。ここの最も有名な住人はヒグマです。毎年夏になると産卵のためベーリング海から登ってくるサケの群れを餌にするため、クマたちはブルックスリバーへやってきます。栄養豊かなサケのおかげで、オスのヒグマは約450kg以上にも成長します。滝は餌を取るのに一番良い場所です。しかし子連れのメスグマは大抵川の下流にいます。冬眠と子育てでメスグマは痩せ衰えているので、サケを食べて元気にならなければなりませんが、滝ではオスが目を光らせています。油断するとオスグマは子グマを食べようと襲いかかってくるのです。滝では餌を取る場所を争って、クマたちは引っかき合ったり噛み合ったりします。しかしそれ以上にクマたちの間では複雑なボディーランゲージも交わされています。調子の良い日にはクマはサケを10匹ほど捕まえます。サケの群れのピーク時には20から30も取ります。栄養豊かなサケを食べて太ることはクマには欠かせません。クマは冬眠の間に体重が 40% も痩せてしまうのです。川はクマたち、そして他の野生動物たちの大切な住処です。ここを訪れる人々は動物たちの暮らしを脅かしてはなりません。そして自分たちの安全にも気を配らなくてはなりません。河口と滝近くの展望場所が安全にクマを観察し撮影できる唯一の場所です。他の場所では最低でも50メートルはクマから離れていてください。子連れのクマからは最低100メートル以上の距離を置く必要があります。クマが近寄ってきたらバックしてクマとのスペースを十分に保ってください。ハイキングをするときは常に周りに注意し、音を立てながら移動してください。手を叩きながら話したり歌を歌ったりしてください。音がクマたちに人が近づいていることを伝え、突然の訪問にクマが驚いたり恐れを抱いたりするのを防ぎます。恥ずかしがらずにどんどん音を立ててください。音を立てることは視界が遮られている場所では大変重要です。クマがよく昼寝をする森の中や背の高い草の間ではクマを見つけるのがとても難しくなります。音を立てていればクマは人が近づく前に別の場所へ移動することができます。団体で行動しハイキングコースからは外れなければ、クマたちは比較的容易に人々の接近に気づくことができます。ブルックスキャンプでは至る所でクマに出会う可能性があります。クマがロッジやキャンプ場のごく近くに現れた場合はレンジャーがクマを他の場所へ誘導します。しかしナクネク湖岸はクマたちのためにあるので、川へハイキングするキャンパーたちは岸に平行に走っているハイキングコースを外れないようにしてください。万一音を立てていたにもかかわらずハイキングの最中に目の前でクマに出会ったらどうしたらよいでしょうか。ここでは時々クマがあなたの歩いているハイキングコースに突然現れることがあります。クマがあまり近くにいるのであなたはどうしていいかわからなくなってしまうでしょう。そんな時は決して走って逃げたりしないでください。あなたがクマから逃げるとクマはあなたを餌だと思うかもしれません。逃げる代わりに大きく手を振ったり手を叩いたりしっかりした声で話しかけたりして、クマにあなたが人間であることを知らせてください。クマにあなたがその場から離れることを伝え、ゆっくり後ろへ下がります。クマに道を開け、クマがあなたを避けて行きたいところへ行けるようにしてあげるのです。クマは気分を態度で表します。低いうなり声は警告です。もしあなたのすぐそばにクマが現れたら、決してクマの目を見つめないでください。
目を見つめることは挑戦を意味します。熊のあくびは緊張を意味し、攻撃の前兆を表します。熊は短距離を時速約55キロで走ることができます。それは競走馬と同じくらいの速さです。ブルックスキャンプでは安全のため、お子様にはご両親の十分な注意指導が必要です。絶対に走ったりハイキングコースから外れたりしないよう注意してください。小さなお子様は抱きかかえるかおぶって移動してください。ゴミは速やかにキャンプ場内にある熊よけ付きゴミ箱に捨ててください。食べ物はビジターセンターの貯蔵庫に保管してください。川べりや川から800メートル以内のナクネク湖岸に食べ物を持ち込むことは禁止されています。ピクニックは指定された地域でのみお楽しみください。ブルックス国立公園内では常に荷物を体に身につけていてください。カバンや釣り道具、カメラの三脚などを短時間でも決して放置しないでください。クマが食べ物を探すため、または興味本位で荷物を荒らすことがあります。このルールを破るとあなたの荷物が破壊されるだけでなく、クマが人間の荷物と食べ物を結びつけて覚えてしまいます。するとクマは人間が持ち運んでいる荷物をも狙うようになってしまい、大変危険です。ですから常に荷物は携帯するよう気をつけてください。そしてクマをトラブルに巻き込まないようにしましょう。キャンプグラウンドではクマを引きつけることはできるだけ避けてください。食べ物や食べかす、ゴミなどテーブルには何も残さないでください。テーブルを使った後はきれいに拭き、地面には何も落とさないでください。すべての食べ物や荷物はテントの中でなく、キャンプグラウンドの貯蔵庫に保管してください。食べ物は移動するとき、調理するとき、食べるときのみ貯蔵庫から取り出してください。食べ物の匂いのついた服は夜着たり、テントの中に置いておいたりしないでください。釣りをする人はとりわけクマに注意してください。釣りに夢中になってクマも魚を取るのが好きなのを忘れがちです。川の流れる音でクマが近づいてくるのが分かりにくくなりますので、常に上流、下流、そして両方の岸に気を配っていてください。もし魚が釣れているときにクマが近づいてきたら、速やかに糸を切ってその場から離れてください。釣り人が魚を取っているのを知っていて、魚が釣れると寄ってくるクマもいます。クマが50メートル以内に近づく前に十分離れてください。子連れのクマの場合は100メートル以上離れてください。クマが別の両場へ移動するまで水際には近づかないでください。食べるために釣った魚を持ち帰りたい場合は、釣ったらすぐにビニール袋に入れてください。ビニール袋はビジターセンターで手に入ります。そしてすぐにロッジ近くのフィッシュクリーニングビルディングへ運んで、中で魚を洗ってください。写真を撮る場合は、クマから50メートル、または100メートルの距離を保って、それ以上絶対に近寄らないでください。カメラを通すと実際とは距離が異なって見えます。望遠レンズを使えばクマに接近した写真が撮れます。突然クマがあなたの方に近づいてくることを考えて、すぐに移動できるようにしておきましょう。常にクマに通る道を開けることができるよう心がけてください。ナクネク湖岸では森の方へ下がってクマのために道を開けます。最後にクマの生活を尊重し、彼らの暮らしを妨げないようにしましょう。あなたの思慮深い行動によって、クマたちもあなたをこの野生の王国の一員として迎えてくれることでしょう。